ブライアン・エプスタイン・ビートルズのマネージャー像がリバプールで除幕されました。ザ・ビートルズのマネージャーであったブリアネ・プテインの銅像がリバプールで多くの監修の前で除幕されました。この像はホワイトチャペルにある彼の家族が経営するネムズレコード店の跡地近くに設置されています。エプスタインはファブ4のステージパフォーマンス、外見、スタイルをスマートにしたことで知られています。 ブライアン・エプスタイン・レガシー・プロジェクトのトミー・カルダー・バンクは、次のように語っていますビートルズを作った人たちをマークすることは本当に重要だと感じています。この銅像の除幕式は、1967年8月27日のエプスタインの死から55年目の記念日となった。エプスタインは、1961年にリバプールのキャバーン、クラブでビートルズの演奏を見た後、ビートルズのボスになった。 彼は、彼らの特徴的なスーツとモップトップのヘアスタイルを紹介しました。カルダー・バンクージは次のように語っている。脚光を浴びている人たちを祝福するのは簡単だ。裏方の人たちを称えるのは、もっと難しいんだ。この銅像の彫刻家の一人であるジェーン・ロビンスは以前、彼女のいとこであるポール・マッカートニーから、エプスタインの描写は死ぬほどいい、みたいなものだと言われたと語っていました。 マッカートニーは、エプスタインのことを5人目のビートルズと表現したことが記憶に新しい。カルダー・バンクージは次のように述べています。ブライアンが5人目のビートルズと呼ばれたのは無駄ではなかったと思う。彼がいなかったら、私たちは本当にここにいなかったし、今のような産業もなかったでしょう。リバプール市のスティーブ・ロー・セラム市長も出席した除幕式では、群衆がビートルズの歌を歌いました。 エプスタインは、シラブラックやジェリーザ・ペースメーカーズなどのマネージメントも行いましたが、鎮静剤の過剰摂取により32歳の若さで亡くなりました。昨年リバプールで撮影が行われ、エディ、マーさんとエミリー、ワトソン主演で彼の人生を描いた映画見出す漫画まもなく公開される予定です。